どうもこんばんは、加瀬一介です。今日は2023年の6月の7日夜の9時50分ですね、ということで本日3回目になります。上級者編ナンバー3ということでやってまいりたいと思います。はい、ということで前回はですね、もうかなり調子良かったにもかかわらず最後の最後に数え役満を上がられて、ラスからいきなりトップをかっさらわれてしまうという最悪の展開でした。まあ2着だったからまあ最悪よしなんですけども、絶対デカトップで終了と思っていた矢先でしたというとこです。まあ、ちなみにトーナメントであともうちょっとで一応トップという感じになり、あ、トップじゃない、3位という感じなんで、そこを目指して頑張りますということですが、ハイパイ点数は言ってなかったですけど6点ぐらいでしたね。ただ、何歩か引いたら一気にここまで形ができましたんで、かなりいいハイパイ、ツモだったかなというところになりましたね。さあ、ペンサンソ入ってのというところですが、もうリーチ来ましたね。さて、オヤリーですけど、これはもう、勝負手なんで、頑張っていきたいかなというところです。さあ、どうしたもんか、これ、カンしようかな。いや、これ、カンせずに、チーソー払って、まあ、サブローキューピン入りました、イーソー勝負します。はい、イーソーが当たりでした。マンガンかな、まあ、最近は雷の大きさでだいたい当たりの役の大きさが分かるんですけど、ハネマンでしたね。はい、さあ親っぱねをいきなり打ち込んだところからのスタートとなりまして、まだトーン1局目です。さて、こちらハイパイかなりいいですね。これハイパイ点数8点、7点というところですね。空も1個あるんですが、さて、まあ、パースト引きは非常にいい形ですね。とりあえず薬牌を落としてしまって、チューンより先に初落としました。さあ、チューンも落として、いや、ハクを先に落として、さあ、リャンゾとスーソー、あ、チーソー来たか。これはちょっと泣きを視野に入れて、と言いたいとこなんですが、まあそうですね、とりあえずスーアンコーのシャンテンなんですけども、スーアンコーのリャンシャンテンなんですけど、どうしたものか、ちょっとマイナスになってるんですが、まあ少しずつ回収していく感じでと思ってたんですけども、リーチ入ってしまったので、あ、これは切られたばかり。まあ最悪打ち込まないことなんですけど、パスト勝負できるか微妙なんですよね。ちょっと一回する。ああ、そういうことね。まあとりあえずスーピンは勝負します。ハネマン。まあパストなんですけど、これはいかないとして、Q1 はとりあえず少ないんで、チーピン、これでいきますかね。はい、まあパーストが当たりそうだったんで、あ、チーピン当たりそうだったんで、チーピンでリーチです。はい、これはラッキーでした。リーチといドラドラ、まあ満願ですね。あ、ハンヤオがあるんで、しかも2枚乗りましたんで倍満ですね。はい、さっきのをすっかり取り返しましたというとこです。はい、よかったよかった、これで振り出しですね。はい、よかったよかった。さあ、今のはラッキーでした。とりあえずハイパイ点数はまあ4点というところですね。こういう E1 と Q1 が重なってるようなやつは全くいい手配じゃないんですよね。いやー、どうもならないですね。これはもうちょっと E1 を落としていきます。最近の傾向としては E1 とかもう1枚切られて自分が2枚持ってたりしたやつは捨てていってますね。まあ選択肢としては間違いじゃないと思います。今さっきは間違って切ってしまいましたね、ペイを落とすはずがちょっとずれてました。はい、Q1 が来ましたので、 Q1 落としていきます。まあこんなことやってたらもうこれは上がれそうにないですね。はい、ということで、まあチートに受けつつというか、もうこれはですね、ハツとチュンをもう持ち逃げしようかなという感じですね。はい、初チューンと持ち逃げして終わる曲に、したいと思います。まあ手ができてきたんですけどね。
あ、シャアも来たか。これはちょっとハツとシオ持ち逃げしてる場合じゃなくなってきたぞ、これは。あ、ハツもなかなか来たみたいですね。ということはギャンウソ入れて、まあ、シャアは当たらないんですけど、リーチいきますか。まあこれは積もって三暗光なんですけど、はいはいはい、まあ終わりましたと。ああ、リャンウパーソーですね。はい、次です。まあまあ安かったからよしとしましょう。上がるはずがないはずの手配がどんどんできていって、最後リーチしてしまいましたけど、まあ今のはまあいいです。さあトンが出ましたんで、E1 も出ましたが、この場合ちょっと様子違うんですよね。ハイパイ点数はまああのせいぜい5点ぐらいだったんですけど、白重なりましたね。白が重なったということは、これポンしてここで E1 が効いてくるんですよね。これでチーソー引く、チーソーか酸素引いて、まあ一応両面転敗というのが理想ですね。はい、ちょっと最近マウスの滑りが良くないんで、間違った牌を結構切ってしまうんですよね。とりあえず老朽層ですけど、ここは突っ張って、もう1枚ドラを重ねたいんですけどね、なんとか方法がないかなと思うんですけど、方法はないですね。はい、積もりました。これはかなりいい積もでしたね。はい、これは素晴らしい。まあ、とりあえずちょっといい感じに来てますんで、まあ、まだまだリードはちょっとしかないですけども、ただまあ欲を言えばこのまんま、小さくても上がり続ければいいと思ったんですけど、これはかなりいいハイパイですね。このハイパイ点数は8点、いやこれハイパイ点数はこれ10点ですね。あ、 CPU が入りましたか。トンとナンは1枚ずつ切られていますんで切ります。そしてまあ CPU が入った以上はですね、無限に泣けると思いますんで、さてここはチース、まあ、本一には受けずに上がりを優先していきます。 CPU がいるということは、はい、これ泣かしてくれましたね。はい、ウーパーピン、これは CPU にウーパーピンを出していただきましょう。さてペイ吐くですからね、ここはまあウーパーピンでしょうね。はい、はい、あ、いいですね、CPU 以外の人からもらいました。はい、これで満貫です。はい、これかなり理想的な上がりですね。さてここで勝てればデカトップありですね。一応目標はデカトップというのがまあ一応目標です。さてまあ、ハイパイはまあ6点というところですかね。ちょっと薬杯はちょっと取っておきます。あ、帰ってきてないですね。さてもう薬杯は見切りをつけつつ打っていきたいと思います。あ、3ピンいいですね。非常にいい3ピンでした。酸素が入るといいんですけど、まあ、スーチーソー E 数ピンが入ってペン酸素に受けるか、まあディアンゾと9ピンに受けるかというところですね。あ、数ピン入ってきましたね。さてここでいくとウーパーピンを引いて、あ、ローピン来た。ローピンが来たんであれば、ちょっとイーソーを落とします。そこでいてパワーピン、あ、裏目か。まあこれもしょうがない。さてまあここでいくところのパワーピンを引いてくるという手があるんですけどね。パーピンを引くか、もしくはローピンを引いて両面転敗。あ、9ピンか。はい、これでいいです。はい、ロンですね。一発ですね。立足ドラ1裏1で1万2000ですが、1枚、あー素晴らしい。これでデカトップが見えてきました。はい、6万点ですから、一応90点ですね。90点だったら多分3位に滑り込めると思います。これ素晴らしい。ハイパイ点数はまあ7点、まあ、本一も一直線でいけそうな7点ですね。まあ、自敗バラバラですけど重なってくる可能性は十分あると思いますので、自敗の重なりに期待ですね。さあ上茶がそろそろ黙ってはいないと思いますので、
さあこれ積もがあまり良くないぞというとこなんで、これはもう泣いていきます。無理にでも上がろうとしようとはするんですけど、ただそれにしてはちょっとハイパイが良くない、あ、ツモが悪いんで、あ、キューピンが来ましたが、シャア落とします。で、ナンも1枚綺麗なんで、まあ、ハツは泣いてナンを落として、ハクは持たれてるかな、ちょっと泣きすぎなんですけども、しゃーないんですねこれは。さて、そろそろちょっと安牌意識して、キューピンは落とせるんで、あ、やられてしまいましたが、まあでもリーチをかけてないところを見ると安いんですね。さてさて、オーラスですね。ここはちょっとなんとかちょっとでも稼いで最後終わりたいとこなんですが、わ、素晴らしいハイパイですね。これハイパイ8点というとこです。はい、これは軽くドラを泣いてタンヤオで上がっていきたいと思います。はい、タンヤオです。もうそれ以外はないですね。さあ、ウーソが入ったんで、そうですね、もう特に泣ける牌は ないですね。あっと、そろそろ神茶をもう警戒しつつという感じで、さて、ここでチーピン、もしくはここでウーソを泣けるんですが、さあどうか、ちょっと下茶は想像か、ウーパピン、これは上がれるんじゃないかな、かなり上がれると思うんですが、残念。3個か、まあ、最後マンガンに当ててしまいましたね。なかなかデカトップというのは難しい。はい、とりあえずちょっとまあ早い感じで一応、あ、玉1個ゲットできましたね。素晴らしい。とりあえず玉はとにかく大事に集めていきたいところです。さあ、5万点だとプラスになりませんので、もう一度チャレンジしていきたいと思います。さあ、レーティングは1750まで回復しました。もう一時期1650を割ってたんで、はい、だいぶ回復してきました。ちなみに一時期1800ちょっとぐらい、1810ぐらいまで確かなってたんですけど、まあ一気にちょっと失敗してしまってガンガン落ちてたんですが、はい、とりあえずですね、やっぱり相手がその上級団員の人たちとかになってくるとやっぱ慎重に打ってるんで、まあ、上級団員じゃない人はやっぱチャンスかなという思いは正直ありますね。まあ、前局、100万でまくられたのは確か5、6段ぐらいの人だったというような気がするんですけど、まあ、当てにはならないです。さて、ハイパイ点数はこれは4点というところですね。さすがにちょっと自敗がバラバラすぎるんで、とりあえず仕掛けましたが、まあ、ペイのみ、ペイドライチで上がるくらいの仕掛けですね、これは。まあ、本質にはちょっとしたくはないかな、厳しいかなというところですね。さあ、トンが1枚落ちましたね。まあ、あとは、まあ、ローキューピン入れて、あ、ウーソが入ったんで、これで、ソーズの4面チャン、ソーズの3面チャンプラスの缶、で、ローキューピンというところです。まあ、ローピンは1枚ドラで使われてますので、さて、 4567 と78出すから、まあとりあえずサブロー級、これで混戦ですね。さあ、ロー級ピンです。積もりましたね。ペイは完してますんで、不跳ねしての、3班ですかね。実質3班なんで6000ぐらいかな、4000でしたね。はい、違いましたと。まあ、点数計算はよくわからないんですけど、とりあえず缶をしたら点数が上がるというのだけはしてます。1、2、3、4、5、6、7、8、九州ですね。これ国士いきます。まあ、とにかくですね、九州っていうのはもうよっぽどのことがない限り上がれないと思っていて、数層を引きましたが、数層3枚並べるとちょっと品がないので、2層を1個並べて、で、まあ九層はドラなんですけども、まあやむなし。とりあえずはですね、一応リャンシャン店でチュンは持ってます。ハツは2枚落ちですが、まあ一応まだ国士は諦めずに最後まで国士を狙います。
ただ問い面が早い感じ。あ、ハツ持ってきたか。諦めずにちょっと国士を狙いましょう。 E1とトンか、トンあたりを持ってるんでしょうけども、さてローピン、そろそろピンズが危なくなってきました。 E1 も1枚出まして、2枚出てますが、あーそっちか。さてトンも1枚出て、あ、リーチ行きますか。これはリーチ行きます。 E1、さあここで E1 掴んだら絶対出る国士なんですけど、まあ出ましたね、はい親国です。はい、これでデカトップゲットですね。いやいや、配信中に親国上がることができたんで非常に満足な上に8万点です。これで一応カードもパーフェクトで、デカトップ8万8000円ゲット。はい、なかなかいい配信ができたんじゃないかなと思いますので、まあ一応これで終了にしたいと思うんですけども、ちょっとまあ順位とかもせっかくですから、まあ見ていこうかなと思います。これで、まずまあまあ弾はもらえないんですけども 0.275 ポイントをもらって、で一番スコアナンバーワンですね、とりあえず、4位から3位にアップしましたと。だからまあチャレンジすれば普通に1位も目指せるんですけど、まあそこまでは目指さなくてよしというところで、プロジャン氏対決では、まあ、とりあえず朝倉浩信、プロはまあこれはまあ9位というのはまあなんですけど、まあとりあえず、まあゲットしましたよということで、本日のチャレンジはここまでにしようかなと思います。まあヤコクはまあ、ありゃ掴んだら出しますよねというところです。ちょっとリーチはする必要はなかったかなと思いましたけど、まあでも、まあ今は止まらないかなと思いますけどね。はい、ラッキーでしたというところです。はい、とりあえず以上にしたいと思います。それでは、告知が出ました。いやー嬉しかったです。はい、それではどうもご視聴ありがとうございました。